い、乙女座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月3日満月から7月18日新月までの流れをタロットで見てみたいと思います。まあどうなっていくかという大まかな流れと気をつけることを見てみますね。早速よろしくお願いします。下半期の動画もアップしましたので、大まかな下半期の流れや気をつけることは、別動画をご覧ください。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。7月3日からです。ペンタクルス、ページの逆、ソード10、カップ6逆、ソードナイト逆、女帝逆、タワー、カップ10。気をつけることや対策はカップさんの逆と、ソードページ逆と、オラクルは残ソードさんの逆ですね。はい、もし今何かね、すごいモヤモヤしてるとか、もうなんか考えが止まらないとか、ちょっと精神的に今あんまり良くない状態ですっていう方はですね、ちょっと一つの目安を7月10日ぐらいって思っておいてください。まあ7月3日満月なので、満月に向けてすごく今いろんな気持ちが高ぶっているのかもしれないし、ちょっと今は踏ん張り時なんだっていうことで、ちょっと無理してでもね頑張ってる方多いのかなと思うんですけれど、なかなかにこう気持ちが上がったり下がったりと同様に体調も上がったり下がったりしてるのかなっていう感じが出ています。やっぱりこう大変なことがある分、人に優しくされたりとか、ちょっと嬉しいことがあったら、ああよかったってなるじゃないですか。でそうかと思ったら、また思い通りにならなかったらガーンってなったり、そうかと思ったら、ああ救われたってなったりっていう、すごく感情の起伏が激しい2週間だなっていうふうに思います。そしてオラクルがやっぱりソードの3なので、すごく心がナイーブになっている。今普通元気な時はなんてない言葉も、なんかどうせなんか今ちょっとダメなんだと思ってる時に、ちょっとした言われた、ちょっと注意されたことをガーンって受け止めたりとか、はい、やっぱりダメだと思いやすいので、あまりこれはね、自分で自分のことを責めないようにしてくださいね。できる限り、できてなくったって、自分の理想の自分じゃなくたって、これが私なんだって、こんな愛おしい私なんだっていうふうに思うようにしてくださいね。あまりこう責めないようにだけ気をつけてください。ナイーブになってるんだなという感じです。そして、入り口がペンタクスのページの逆なので、ここからしっかりと何か自分の価値っていうものをしっかりと着実に積み上げていきたいっていう思いがあったでしょうし、いろんな状況の中で気持ちを切り替えて、収めて、じゃあ未来を見ていこうっていうふうに気持ち切り替えてるので、なんかこの気持ち頑張って続けていくぞみたいな感じで、すごくこう、なんか本当に頑張ってるっていう感じがするんですよね。無理してでも頑張ってるみたいな、頑張らなければいけないみたいな、なんかそういう自分を追い込んでる感じもあるんですよね。で、あ、ここまで頑張れた、よかったって言って、なんか急にほーっとなんかこう糸が切れたように、なんか暴飲暴食しちゃったりとか、こうすごい寝だめしたりとかっていう、なんかそのオンオフがちょっと激しいなっていう感じです。その抗うつが激しいというかですね。なので、そうやってはーってまたこう自分で許したと思ったら、あ、やっぱりダメだとか、わ、なんかみたいな感じであるんですけど、結局その後もまたね、そうかと思えばよかったみたいな感じがあるので、この激しい、この上がったり下がったりする言動、気持ちっていうのは、全部自分の頭の中で起こってるって思ってみてください。現実が自分をそうさせているのではなく、自分がちょっとナイーブになっているから、今ね、いろんな出来事を過剰に反応してしまっている。そしてそのことに一喜一憂してるかもしれない私って思ってみてください。弱ってる時とか、やっぱアレルギー反応が出てる時って、いろんなものがアレルギーになってしまうのと同じような感じで、非常に繊細な感性が敏感に反応してるのかなっていう感じがします。だけど、その7月その10日とか11日あたりが一つの変わり目じゃないかって言ったんですけど、ちょうど7月の
10日からね、火星というバイタリティとか戦っていく力とか切り開いていく力っていうのが乙女座さんのところに応援に来るので、それと同時に気持ちもなんかね、ふわっとこうふわっとする感じがあるんですね。なので最終的にはカップの10っていうことでよかったって感じになるので、そこに行き着くまでのドラマがえらく激しいなっていう感じなのでね、もし今自分がすごい今ドラマの中にいると思ったら、ちょっと待ってって、もしかしてこれ全部自分の頭の中で起こってることかもって、もしかしたら現実は自分がどう捉えていたとしても、現実はもしかしてこうなんじゃないっていう、本当にリアルな現実さえ押さえておけば何も心配することないんですよっていう感じ。そして、自分の目標値に達しなかったとか、どうすればもっと良かったんだろうとかっていうのも、対策としては有効かもしれないけれど、その対策を打ったからとか打ってないからといってあなたの魅力は変わらないんですよっていうふうに言われていて、とにかく今一番言われているのは、もうとにかく自分を責めないで、策を練ったり、あだこうだせずに、ゆったりと今の自分を見て、今の自分を認めて、今の幸せを感じてみてくださいっていうふうに言われているような気がしました。はい。そんな感じかな。ちょっと下半期のところでうだうだ言いすぎたなっていう反省があるので、ちょっと今回はあっさり行こうかなと思ってますけど。はい。ちょっと補佐カードだけ引いておきますね。デビルとソードのページと、はい、ペンタクスの7の逆ということで、やっぱりソードのページ、ここでも2枚出てきていて、よっぽどやっぱりね、疑い深くなってる、こういろんなことに、こう他者の顔色を見たりとか、あの人はきっとこうだとか、今の仕事はきっとこうなっていくみたいな、そういう、こう疑いの気持ちとか懸念材料が頭の中にいっぱいあるのかなって思うんですけれど、そしてその思いに若干とらわれてしまっている、これはデビルなんですけどね、もうその思いが頭から離れないみたいな感じがあるんですけども、もしそうであったとしても、本当にそれは頭の中でそううだうだ言ってるだけで、現実は何もその乙女座の皆さんの尊厳も損なわれてないし、能力だって下がってないし、魅力も欠けてないんですよっていうところを、なんかカードが一生懸命言ってるみたいな感じがあるので、本当にそんなに責めないで、できる限りゆったりと自分を認めるようにしてください。そうでさえできれば本当に自然と流れてうまくいく、まあ、それが特に、まあ、変わり目は10日か11日ぐらいかなっていう感じです。はい、ということで、ゆったりとね、お過ごしくださいね。また7月18日までにできたらアップしたいと思っています。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。失礼します。